ロベルト・オスカル・ボナーノロベルト・オスカル・ボナーノは、アルゼンチン・ド・サリオ出身の元サッカー選手。ポジションはゴールキーパー。地元の CA ロ・サリオセントラルからデビューし、1996年に移籍した CA リーベルプレートでは、ブルゴスとレギュラーを争ったが、プリメーラ・ディビシオンで5度、コパ・リベルタ・ドーレスで一度、スーペル・コッパス・ダメリカーナで一度の優勝を果たした。 1996年日本開催のインターコンチネンタルカップユベントスとの対戦においては、ボクシッチノなど決定機をファインデーブで再三不正だが、デルピエーロにゴールを許し、1から0で敗れた。2001年夏、31歳にして初の海外挑戦を決意し、スペインリーガーエスパニョーラの FC バルセロナに移籍した。すぐにポジションを獲得し、 8月26日のセビージャ、FC 戦でデビューしたが、攻撃編調のプレイスタイルへの適応に苦しみ、周囲からの批判にさらされた。下部組織からビクトル・バルデスが対等すると、余剰戦力とみなされ、2003年夏には、レアル・ムルシアへの移籍を余儀なくされた。2004年夏には、西軍ダ・ディビシオンのデポルティー・ボ・アラベスに移籍し、プリメーラ・ディビシオン昇格に一役買ったが、 2005から06シーズンは同郷のフランコ・コンスタンソにポジションを奪われ、シーズン終了後に西軍ダ・ディビシオンへの降格が決まった。2007から08シーズンはチームメイトのルイス・カレラスと喧嘩し、クラブの代表でありオーナーであり、経営者であるディミトリ・ピッテルマンに出場禁止処分を下されるという散々なシーズンだった。シーズン終了後に現役引退した。 世代別アルゼンチン代表を経て、1996年12月28日のユーゴスラビアとの親善試合でアルゼンチン A 代表デビューした。2002年には FIFA ワールドカップに出場するメンバーに選ばれた。正ゴールキーパーを務めていた時期もあり、通算13試合に出場した。ありがとうございます。